今日何日？21か。ヤスさん、ハムの野郎さん、阿部ちゃんさん、井上義弘さん、ジョークスノーちゃん、グラハムさん、マスオさん、ヤスベイさん、レッドアイさん、マラオさん、ベンゾーさん、ナオさん、アキサトさん、キヨニーさん、ユウさん、ランディーオートンさん、サンチ体操さん、マオさん、いってらっしゃい、かわまたね、哲夫さん、甘栗くりちゃんさん、青色大好きさん、ロナルドさん、ありがとう、おはよう、アッキーさん、テッサンさん、くまくまさん、くんさん、ゆうやさん、ひょうさん、ソルさん、ヨッシーさん、ともあきさん、あやさん、まるひろさん、バンジャラモンスターさん、瀬戸内のミニマローさん、ビッグボスさん、ひろ86さん、おはようございます。お眠ですね。リコッチさん、おはよう。今日はちょっとお眠。アタックさん、ヨシカナさん、ラムさん、おはよう。白メガネさんもおはよう。キャンディー食べていい？チューイングキャンディー。お眠だわ。起きたばっかり。そう、45分、50分ぐらい。ホップとプニプニさん、おはよう。私の髪は美しい？やった。ヨッシーさん、昨日七並べありがとう。当たりましたね。チャッピーさん、おはよう。昨日あずみんのショールームにご挨拶いたお。そうなん。見ればよかった。もう勉強集中じゃと思ってずっとやりやった。2313、おはよう。今日5時に目が覚めた。早いですの。津田博文さん、おはよう。やっとだね、やっと対戦できたね。亀さん、おはようございます。昨日もめっちゃ適当な時間じゃったかな。何時だったっけ、昨日何時頃かな。見て、これ作ったらトーマスできる。亀さん、おはようございます。言ったっけ。頭が回っておりません。チューイングキャンディ、もぐもぐ。これは消えるガムです。ホリちゃんさん、おはようございます。そう、チルパのなんかツイッターにユナの動画を載せてくださっております。まだ見てない人は STU48 のチルメンパーティーってツイッターで調べてもらったら出てくると思います。ウ
夜9時半だっけ。えいとくさんおはよう。かつぼのふこうさんバイバイ、またね。そう、お勉強に追われておるよ今は。あーつさんおはよう。昔それで銀歯外れて怒られたな。そう、ゆうなも矯正してたからずっと食べれなかったの。2年ぶりに最近なんだっけ、ハイチュウとか食べてる。風船ガムも食べてるよ。ドラえもんの風船ガム、あとハイチュウ。めっちゃねちゃねちゃのものばっかり食べてる。タカさんおはようございます。マルキューさんおはよう。そう、チュルパありがとう、見てくれた。そう、朝は糖分補給。保養物さん50年ありがとう。炎上さんおはようさん。ゆうきさんおはよう。そう、自分で課題をするんだよ。もうさすがにやばいなと思い始めてちょっとやってるけど、やってるのに怒られるの、やってないんでしょって。知らないよそんな、やってるもんママに怒られるな。ママが来た時ね、たまたまゴロンってしててちょっと休憩しよったらね、あんたまたしとらんってずっと言われるの。キャラメルとかハイチュウがくっつく。そうなんよ、ネチャネチャになって取れるけん矯正中はダメって言われとった。ほうよ、ハイチュウね2日でここまで食べた。あと何個ぐらいだろう、あと4つぐらいかな。4つぐらいしかないの。ポテポテさんおはよう。虫歯ないの、ずっと虫歯ないの。虫歯はよき、虫歯よき、歯はよき、歯並びが悪いだけ。昼飯ハイチュウのみの時あった。そうなん、そんなことあったの。お腹減るやん。宮本さんおはようございます。やっと今日緊急事態宣言開催も解除です。やった。でも油断したらダメだよ。広島解除になった瞬間一気に人が増えた気がする。朝とかの通勤時間なんか車とかいっぱい混んどる気がする。気をつけてね。そう、ママ来るタイミングがいけないんだよ。道秀さんおはよう。今からお仕事？いってらっしゃい。ヨシーさん50年のありがとう。そう、ママのタイミングが悪いんだよ。そろそろ採算あるの？そうなん？え、採算するの？やばいかも。アイドルは歯がいいなんて。皮またね、道秀さん。大変。息抜きの七並びは大事。そうやん、他のゲームするぐらいなら七並びしようと思って。人増えたよね。本通りとかそっちまで出とらんけん分からんけど、本通り多いんじゃ人。子供らとか、子供ら、学生さん、小中高、小学生はあんま行かんのかな。そう、気をつけてね。そろそろ大学の中間試験始まりそうで。大学の中間試験はいつから？6月ぐらい？へえ、大学の仕組みはよく分かってないの。まだ新しい衣装を作るのかね。
そうなのかね。え、採算あるの？どこ情報？私が聞いてないんだが。やばい、落とさねば。でも最近朝とかご飯食べれんのんですよ。すぐお腹いっぱいになる。なおさんおかえり。新しい衣装を作るのかね、楽しみですね。昨日のメールの写真笑った。そう、もう本当にあの距離で帽子かぶってやってた。だからしてる。あのほんまにあの距離のまんまアプリをカメラに変えて撮った。カズさんおはようございます。ほんとだよ、早く痩せなきゃ。ご飯減らそう。夜のお米なしにしよう。あと走りに行こうかな。筋トレしなきゃん。筋トレかん。筋トレね、この家筋トレできる場所がない。腹筋はできるかな。でもベッドの上で腹筋やったらなんかメシメシ言うのよ。このベッドもう寿命かもしれない。シミサラ情報。そうなん、シミサラだけじゃない。聞いてないんだが。私体温タイム、本当だ、体温タイムしよう。動かないとお腹空かない。なんかそういうわけでもないんだけど、昔めっちゃ食べてたのよ。朝からカレーとかでも全然食べてた人なのに、最近ちっちゃいお茶碗一杯いかんぐらいでもうお腹いっぱいになって残しちゃう。でも朝いっぱい食べたくてなんか持ってくんですよ、食卓に。ご飯、納豆、まあおかず置いてあるやつとかで、キリのチーズとかヨーグルトとか全部いろいろ持ってくんですけど、結局食べれんくて冷蔵庫戻すの。お、ヤスビーさんおめでとう。イエイ、お誕生日ハッピーバースデー。やったおめでとう。今日は5月21日、おめでとうございます。ユナは痩せてるから大丈夫。全然痩せてないのよ。多分 STU 一のおデブだと思う。本当に早く痩せなきゃ。かっちゃんさんおはよう。青色大好きさん54年のありがとう。大人になったのさ。私が糖質制限なん。糖質食べちゃった。絶対これ糖質でしょ。だって水飴砂糖ってやばそうじゃない。やばそう。大丈夫、言うの無理はしない。もうどうしても死にそうになったら食べちゃうから。タンタンさんおはようございます。タカさんいってらっしゃい。かわまたねん。あら、今日ちょっと高め、6度9分。10分前に起きたからかな。後でもう一回測ろう。そう、今日は学校に行こうかとも思ってるので、ちゃんと体温出なきゃいけないわ。別に7度5分いけないからいいと思うんだけど。はいしょ。今年は熱湯甲子園見れないの、つらみちゃん。そうだよ、私もだよ。すごいか。本当だよ、甲子園見たかったな。ちょっとショックなの私は。昨日は死んでたよ、発表終わってすぐは。うん、なんかお昼頃から他の新聞社たちがなんか勝手に書いてたんだけど、6時の会見で本当に言っちゃったから
あ、ないんだと思って。ちょっとショックでした。でもまあ仕方ないよ本当に。めっちゃ人集まるしね。朝はたくさん食べる。しおりんさんおはようございます。おはよう。三浦みのるさんおはようございます。おめでとうやすべや、50年のありがとう。あくの体操星投げにシュート50年のありがとう。なおさんありがとう。お菓子減らすの。サイクリングするとお腹減る。ふぐじいしんちゃん先生おはよう。おはよう。みんなでダイエットする。コーンさんおはようございます。するおはよう。誤差の範囲やった。90の涙を見ると胸が痛い。確かにね。確かにね。ユナの知り合いにもおるんですよ。知り合い？幼馴染？おって、今はだけ帰ってきとって、いつもは寮なんですけど。あれあれ、神戸で公演することってあるん？わかんない。今んとこもう何も公演の話もないね。そう、地方大会も49地方大会全部中止。東京2個と北海道2個、合わせて49中止だけど、なんか時期をずらして県大会を、県大会3年生だけとかで、なんかまあ別の形で3年生の引退試合とか県大会みたいなのをしようかなとは考えてるみたいな、各高野連で考えてるみたいなことは書いてあった。ゆうさんおはようございます。そう、今日はママが連れてってくれるから行くの。くんさん50年のありがとう。 STU 大大大好きさんおはよう。グラハムさんかはまたね、いってらっしゃい。はい、ちょうだいこの体操。めっちゃ噛むの。実質カロリーゼロ、やったひでみさんおはよう。今日はお休みなんだね。ダダダさんおはよう。競泳のさとしさんおはようございます。今日も頑張ろうね。3年生ね、どの部活でもだけど、だってあれでしょ、他の部活もインターハイとかなくなって3年生の引退試合みたいなのなくて変な感じで終わるんでしょ。それはちょっとかわいそう。だってスポーツとかさ、
特にちっちゃい頃からずっとやっとる人らもおるやん、十何年間で。大学は勉強するためにもう部活、部活そのスポーツ続けんとかいう人もおるやん。ブー。学校はいつからでしょう。6月かな。在宅生活スタートしてから3キロ減った人。そうなん、増えたんじゃないの。すごい。ボクシングの選手はガムを噛んで唾を吐いて減量してる。そうなん、へえ。今日は学校出校担当日。半日ずつだよね。半日違う、なんか先生らも交代でだよね。ゆうならんとかもなんかそうやって書いてた気がする。はやとさんおはよう。ちょめじさんおはみん。ハイチュウ食べてる。冷蔵庫から卵落とした。いやん、割れちゃったん。床大丈夫？ちゃんと拭けるやつ。高3で野球が最後とか競技引退する人も選手もいるから残念。そうなのよ、そうなのよ。しかもね、ゆうなのねバトン部もね、3年生の引退が文化祭のステージなんですよ。だからね、でその文化祭もなんか今年はもうないって言われてしまって、でなんか先輩もじゃけんなんかあのなんていうん、特別ライブみたいな、ダンス部もそんな感じなんですよ、ダンス部。うん、だからそういう機会を作ろうみたいに言ってたけど、できるかわかんない。ゆうさんお仕事行ってらっしゃい、かわまたね。カメさん50円のようなありがとう。もしやかむハイチュウ、ブドウのハイチュウ。道秀さんおはよう、おかえり。今から仕事ね、いってらっしゃい、かわまたね。家にいて7時にご飯とか規則正しい生活してるからよ。へえ、そういうことね。ゆなは規則正しい生活をしてても減りません。まだ国体があるかも。そうなん、国体今年どこでするんじゃろ。りょうちゃんおはよう。ハッジさんかわまたねん、バイバイ。もう今日は歌おうかな、もう7時半になる。今日は学校行くので延長はできません。宮本浩一さんおはようございます。あっきさんもおはようかな。朝食なう、いつも朝食なう。25分だ、いた。じゃあ歌おうかな。何がいい今日は。甲子園なくなったの本当にショックなの。地方大会もないからさ、私の応援の楽しみが。今日はテンションが上がるぞ。バンジェロモリスターさん50年のありがとう。東京都の救済案は神宮球場で開催だけど6月28日。ん？東京の地方大会？ん？どういうことじゃ。昨日の夜あることをやらかしたことなに気づいた。何したの？わあ！薩摩爺さんおはようございます。別に今日からでもないんだけど、なんか学校来てもいいよみたいな、学校来て自主弁してもいいよみたいな、教室は貸してあげるって感じだから、私は家でなんかダラダラしとるってママに言われるけん連れてかれます。
ママに連れてかれますの。アルさんおはようございます。マルキューさん、顔またね。レンタル DVD は借りたはいいが、服を取り外し忘れて DVD が見れない。あにゃほうな、大変。サッカーの試合も野球の試合もなくなったことが寂しいです。そうなの、私はスポーツ観戦が好きなの。だから今楽しみがないのよ。カープとかサンフレも見に行きたかったのに。なおさんお帰り。そう、学校は行きたくて行くのじゃないの。今日は勉強を学校でしていきなさいって連れてかれるのそう、だって別に行っても先生に聞きたいこととかないしさ、なんか机離されとって友達とも話せんしさ、どうして行かなきゃいけないの。通勤中通学してる学生さんちょっとずつ見るようになった。そうね、広島県は今勝手に投稿みたいな、お好きにどうぞ投稿甲子園でドラゴンズ応援するのが趣味やったのに。ほうな、回転したら取り外すためだけにまた行かないといけない。本当だ、サッカーに関わる仕事してるから J リーグ再開しないと仕事がない。そうなん、すごい。ママに連れてかれるの。行ってこーいってママに連れてかれるの。友達会えても多分喋らせてくれないの、先生が見張りでいるから。お腹が鳴ったな。今日は変なテンションですね。アイスレモンさんおはよう。グルト、僕恋公演の曲何がいいかな。 iOS アップデートもうしました？してない。僕恋これフ何がいい。僕恋公演の一人、手遅れコーション、涙の表面張力。トトロパパさんおはよう。 SK さんの曲多いな、寂しかわからん。どっちもワンツースリーフォー、よろしく、ファイブシックセブンエイト、私はあらら、トゥルルン、トゥルルン。今またなんだっけ、ウッディになってた。ドラン。チョコの奴隷。チョコの奴隷ならいけるかも。ララミさんおはよう。かっちゃんさん行ってらっしゃい。じゃあチョコの奴隷歌って終わるね。全然バレンタインじゃないんだけど。たっくんさんおはよう。学校行ったらお友達と手紙交換してきたら先生に見つかって帽子されて、絶対そうやん。わからん、喋らんにいいのじゃない、なんか危ないけん感染する気で喋るなみたいな。たっくんさんおはよう。涙の表面張力の振りはちょっと難しい。
イエイ。チョコの奴隷でした。イエー。あ、もう一回タイヤ測ろう。トゥ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 。カズリンさん、おはよう。昨日は初対戦かな。ありがとうございます。いや、いや、いや、ほんなら今日も終わりましょうかね。あ、歌ったらお熱上がるのかな。どうしよう、7度とか言ったら怖い怖い。トゥ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 。涙の表面張力、ハイチュウ食べたけん声出るかも。チュ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 。学校頑張るためにもう一曲歌うわ。もう歌うの大好きすぎるけん、どうせ車で多分歌うけん。これは学校行かない、行きたくないから。おお、ほんまに上がった、やばいぞ。ちょっとちゃんと落ち着いて後で測りますわ。後でモバメで元気だったか送るね。多分元気だよ。どうしよう、本当に学校に行けなくなっちゃう。大丈夫よ、多分私は元が高いからテンション上がったのかな。自主投稿、ママさんに連れてかれないから。車からカラオケ配信はしないよ。車はめっちゃ好きな歌。ギリギリさよならが言えないよ。強がって微笑んだ涙のダムが決壊する。I'm gonna make you mine.
表面張力。ラギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ黙ってる、その胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を呑みただ見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。涙の表面張力でした。トトロパパさん50年ありがとう。イエーイ。涙の表面張力。車でカラオケしよう。48グループ以外のカラオケしよう。車で過去のカラオケでも歌いたいのに。どうしよう。それではお仕事皆さん行ってくるね。甘栗くりちゃんさん行ってらっしゃい。ソルさん行ってらっしゃい。そう、私も準備をして行ってきます。バイバイ。天候行くよん。今日は本当にテンションがおかしいな。行くよん。くまくまさん、はーい。マスオさん、はーい。ゆまぽんさん、はい。やすべいさん、おめでとう誕生日。バンジョラモンスターさん、はい。ひげじいしんちゃん先生さん、きよ兄さん、あまぐりくりちゃんさん、にいさんいちさん、かめさん、てつおさん、はい。ソルさん、STU 大大大好きさん、はーい。はいはーい。カメさん、キヨ兄さん、はーい。はーい。バンジュラモンスターさん、はい。以上ありがとうございます。ギフトありがとうございます。はいしょ。ほんではランキングもいきますよ。ランキング、よいしょ。13位なおさん、12位かめさん、11位あやさん、10位なるみさん、9位瀬戸内のミニマロンさん、8位あきさとさん、7位かずさん、6位フラペチーノさん、5位ジョークスノーさん、4位きよ兄さん、3位ゆまぽんさん、2位231さん、1位てつおさん。はーい。壇上の皆さんいつもありがとうございます。よいしょ。そんでは今日の配信は終わりますよ。全員天候いきますよ。せーの、皆さん、はーい。アイドルから JK に戻る瞬間。そうだよ、川又にしたら私は JK だ。はーい、みんなありがとうございます。それでは今日は学校を頑張ります。半日ぐらいだけど数時間行ってきます。車でカラオケ大会してきます。あとで体温も褒めに送ります。元気なはずです。バイバーイ。ありがとうございました。終わります。5 4 3 2 1。川またねー。